イランの芸術、ペルシアの芸術とは、イラン文化圏における芸術を指し、この地域は、現在のイランアフガニスタンタジキスタンアゼルバイジャンウズベキスタンとその周辺またがり、世界史上最も豊かな芸術遺産を残す地域の一つである。そこでは、建築、絵画、手織物、陶芸、書道、金属工芸、石彫りなどの分野で技芸の収容が続いている。 なお、イランは、この文化圏の中心に現在位置する一国家と、その主要民族の名称であるが、ペルシア帝国時代より現代まで伝わりこの地域に、共通の基盤を持つ文化を叙述する際には現在でも、ランではなく、ペルシアを関する場合がある。イランの絨毯式の技能は、この伝承において、人々が、天付の感覚を発揮した文化や習慣に根ざしている。 折り手は無数の色彩をエレガントなパターンに折り上げる。イランの絨毯の図柄は花が咲き乱れ数々の鳥や獣が遊ぶペルシア庭園のようである。染料の原料は野生の花が多く、その色はワインレッドやネイビーブルーにアクセントとなるアイボリーなど実に豊富である。折り上がると紅茶で粗い生地を柔軟にするが、この工程でペルシア絨毯特有の風合いが増す。 絨毯の産地ごとに模様のパターンやデザインは様々である。またガペやゲリーム、ペルシャ風のような絨毯は折り方やノット数にバリエーションがある。これらの絨毯の折りに見られる類い稀な職人気質やシルクに現状三造などは深い関心を寄せてきた。考古学者のはこの人々イラン人の思考と才能は陶器の衣装を通して見られるのだと評する。 イラン各地に数多く見られる遺跡や歴史的遺物にはほとんど必ずと言っても良いほど卓越した品質の陶磁器が見られる。シアルクやジーロフトの遺跡からは壺だけでも山のように出土する。ペルシア文学は陶芸家という職業に特別な地位を与えてきた。イランの代表的タイル画はエスファハーンのブルーモスク、金曜モスクなどで見ることができる。 かつては、カーシャーン、カシャン、タイルの地の糸タブリーズが、イランのモザイクタイル産業の二大中心であった。長い間イラン美術は独特のパターン文様を発達させ、工芸品の装飾に応用してきた。これらのモチーフは、以下の通り、サファビーチーになると繊細で綿密な造作のカーリー、ヨセキバリゾー造岩在庫の制作が始まり、宮廷で大変もてはやされて、 この技芸が音楽や絵画と並んで王子たちの教養科目になった。その後18から19世紀には造眼人気は下火となったがパフラビー町のレザーシャーが手こ入れして工芸学校をテヘラン、エスファハーン、シーラーズに開設した。この工芸はパターン装飾、星型が多いを施すもので使われる材料は木、黒炭、チーク、夏目、オレンジ。 ローズウッド、真鍮、金色の部分、ラクダの骨、白色の部分などである。収集用の高級工芸品には金、銀、造毛が使われる。木を三角形断面の細胞に加工し、のり付けして加工した他の材料ともども緻密に直径70センチメートルの円柱に組み上手、六角形に内接した六棒製のモチーフが円柱の大断面に出来上がるという段取りである。 このようにしてできた円柱を切断して短くし2枚のキーパーの間に挟んで圧力を加えながら乾燥した後最後に角 1mm 厚のシート状になるよう切断する太い金太郎飴の薄切りを想像してもらえば良いだろう装飾するものの表面にこれを乗り付けしラッカー塗装で仕上げるこのシートを加熱すると柔軟になり 装飾するものの外形に合わせて変形することができる。このようにして色々なものを装飾するが、その一例は、チェズ版、額縁、喫煙用のパイプ、机、楽器である。寄せ割りを細密画に使うこともある。かつて、中国より伝来した技術に、ペルシア流のノウハウを加味して、この工芸は、もう700人以上も連綿と続き、 今でも、エスファハーンやシーラーズに息づいている。東洋学者のの表によれば、イランはこれまで、独自、ママ、の美術を世界に提示してきたが、そのユニークさにこそ、価値がある。イランのロレスターン州のホラー穴には、動物と狩猟の様子を描いた壁画が残っている。ファルス州や、シアルクにあるホラー穴の壁画は5000年以上も昔の、ものである。 イランの絵画は、ビフザードラの画家が、新しい技法を生み出したティムール朝の時代に頂点に、達したとみられる。ガージャール朝時代の絵画は、の影響とレザーアッパースイーが主導した、サファビー朝時代の細密が、ミニアチュール派の様式を盛り込んだものである。カマル・アルモールクのような宮廷画家は、ヨーロッパ絵画の影響にさらに深く投射した。ガージャール朝時代には、が出現した。 ここではシーア派交流の叙子詩の談笑をよく主題にした。レリーフ彫刻の歴史は紀元前に遡る。エラム語のレリーフは古代ペルシアで、レリーフ制作の中心地であったペルセボリスで見ることができる。有志時代に入って以来、イランでは各種楽器の演奏を伴う独特の音楽が発達してきた。この楽器群には、 用の東西で現代人が使う楽器の原型がいくつも見られる。音楽家がイラン史に初めて出現するのは紀元前3000年期のスーサとエラムであるビシャープールの古代遺跡などのレリーフ、彫刻、モザイクは当時の音楽文化を生き生きと表現している。ペルシアの伝統音楽はガージャールアサのナーセロッティンシャーの時代から 近現代音楽へと変貌した。シャアが解説を命じた。に、職人親方は皆集い、楽器を、デザイン、制作した。イラン人の才能を端的に表現する材料として、ペルシア文学ほど、格好のものはなさそうである。三文にも工作品は多いが、本名は、提携詞である。千年以上の長きにわたり、映画を見たペルシア文学は、ペルシア、 イラン本土ばかりではなく国外でも高い評価を受けて本とされてきた。トルコとインドの文学はこの影響下で発達した。イランの建築は過剰なほどの過去の伝統と遺産を踏襲している。歴史学者のはペルシア建築の素晴らしさはその優れた技巧性にある。人を威圧するものではないが威厳があり壮麗で印象を深いと評する。この言葉を借りるまでもなく、 古代なら、ペルセポリス、中世ならエスファハンのマスジでイマーム、オイスラム革命後に解明など、この例にはこと書か,かない。ウィリアム・ダラントというアメリカの歴史家によれば、古代イラン語は36文字あり、粘土版ではなく洋皮紙に、ペンで記述したという。かなり早くから洋皮紙を使用し、また書が重んじられたらしい。陶芸作品や、金属の壺。 さらに歴史的建築物などには必ずと言っていい、ほど書による装飾が施されている。装飾写本、ことに、クルアーンの他シャーナアメ、王書、ディーワーネ、ハーフェズ、ゴレスターン、ブスターン、サーディ、作等の作品は、その繊細な書でも、極めて貴重なものと認識されている。それらは多量に流布し、世界中の博物館。 美術館や個人コレクションに所蔵されている。ロシアサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、アメリカアシントン DC のフリーア美術館などで実物を見ることができる。書体の種類イラン映画は過去25年間に300の国際賞を受賞して世界中で賞賛されている。監督ではカンヌ映画祭パルムドールを受賞したアッバスキアロスタミをはじめモフセン・マフ・マルバフ、 マジットマジリなどが知られる。演、もう参照。イランの演劇には、一般的に、宗教劇、語り手が語る、演劇、人形劇、影絵などといったスタイルがある。イランはそれらを通して、国の歴史、伝統、文化の重要性を訴えてきた。特に宗教劇に位置づけられるイマームホセインの、純教劇、は、ブワイフ朝から現在まで続く、歴史あるものである。 現代では、イラン人作家の作、演出による、オリジナル作品から、欧米の古典劇や、現代劇を翻案したもの、異文化間共同作品まで、実に多岐にわたる作品が上演されている。作品のテーマも、戦争、麻薬中毒、配信行為、女性、宗教的寛容など幅広い。作品のスタイルも、現代的な社会劇から、心理劇、パロディ、儀式劇、 中小劇まで及んでいる。近年のイラン国内では舞台芸術の支援が手厚くなり、若手の舞台芸術家たちが活躍している。政府はこのような支援と並行し、舞台芸術関連の民営化プロジェクトも行っている。その結果、2016年度には個人資本による稽古場と公演会場が質、量ともに向上し、1年もしないうちにテヘランに 市営の公演会場が三十カ所以上も増えた。公演会場の増加に伴い、公演の数も上昇している。2015年上半期の公演数が五百十一で、あったのに対して2016年度の同期は八百四十二公演を数えた。そのうち四百十の公演がイラン人舞台芸術家によって書かれ、六十八作品が青少年向け。 19作品が女性用である。このような演劇の他に、街頭劇、戯曲朗読、ターズイエ等が活発に上演されている。国内では、演劇関連のフェスティバルや、イベントも開催されている。毎年4月には、ファジル国際舞台芸術祭、フィットフ、フェイジャー、インターナショナルテアトルフェスティバルが行われる。数々の国内外の舞台作品と、 街頭劇が上演されているほか、ワークショップも行われ、人材育成にも取り組んでいる。5月には、イラン演劇の第2月、オーディベ・ヘッシュとオブ・イラニアン・テアトルというフェスティバルが開催されている。モバーラック国際人形劇フェスティバル、モーバーラック・インターナショナルパペット・テアトルフェスティバルは、2年に一度8月に開催されている。イランは、 人形劇の長い伝統を誇っている。2016年度のこのフェスティバルは世界の平和と安全をモットーに掲げて開催された。イランの他にオランダ、ドイツ、ロシア、インド、チェコ、アフガニスタン、日本より参加者が集い70のパフォーマンスと45の舞台公演、30以上の野外劇が行われた。毎年9月にはマリバン外島劇フェスティバル、 マディボンストリートテアトルフェスティバルが開催されている。2017年度には、第12回目のフェスティバルが、クルディスタンで開催された。同月に、伝統劇と儀礼祭の祭典、フェスティバルオブトラディショナルリッチリスティックテアトルと、イラン評論家協会年次演劇フォーラム、アニュアルセレブレーションオブクティリック、エスアスシショノフイラン、エステアトルフォーラムも開催されている。 2017年度は、それぞれ、第18回目と15回目が、テヘランで開かれた。毎年12月には、障害者のための国際舞台芸術祭、インターナショナルフェスティバルオブテアトルフォーパーシンズ・ウィズ・ディセビラティスが開かれている。2016年度はエスファハーンで、2017年度はビールジャンドで開催された。この演劇祭は、障害のある人たちのために平等な社会的、 文化的、教育的機会を生み出すことの重要性を提起し、彼らが異文化間で共同して行う、新規開拓事業に、積極的に関わることを目的としている。その他にも、2016年10年には、イランの文化、イスラーム指導省と、その管轄下にある、演劇芸術センターによって、第1回西アジア北アフリカ諸国、パフォーミングアーツディレクターズミーティングテヘランで、 主催されたり、12月には、第23回国際児童、青少年舞台芸術祭、ザ23エド、インターナショナルチルドレンユーステアトルフェスティバルが、浜田案で行われたりした。トロント大学演劇ドラマシアターパフォーマンス、研究センター博士家庭在籍中のムーサビー、マルジャンは、注目すべき作品や資料を、以下のように挙げている。本案作品。 ハーミド・アムジャードによる、三人姉妹、原作イコールアントン・チェーホフ。モハンマド・レザー・イーラードによる、原作、モルフィ公爵プジン、原作イコールジョン・ウェブスター。ムハンマド・ヤゴー・ビーによる、ピローマン、原作イコールマーティン・マクドナー。レザー・ゴー・ラーンによる、眠れよい子よ、原作イコールヨン・ホッセ。ホマー・ユンガ・ニーザーで作、ミシシッピ氏は座ったまま死んだ、原作イコール。 フリードリヒ・デュレン・マット作、ミシシッピ氏の結婚。演劇。エルファン・ハンラーギー作、演出による、生肉食い。アミール・レザー・クウエ、スター作、演出の、ヒアリング。アリー・レザー・ナーデリー作、前線の後ろで囁く人々。アーラッシュ・アッパースリー作、塔たち、カーたち、子供たち。ハミード・レザー・ナイミー、ソクラテス。レザー・セルバディー、リスト。 H. プールアーザリーと S. エヘサーイ作、曇りの家出版やサイト、ルーホンラージャーファリーの文化と演劇と娯楽。演劇芸術の公式サイトイランシアター、IR。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。